こんにちは。今日は、私がビーズ刺繍、ビーズブローチで、使っているものを紹介していこうかなと思っています。っていうのも、何回かビーズを使っているものを紹介してるんですけど、このビーズのがまくじであったり、ビーズのブローチやってるんですけど、私が使ってるものを、なんか糸であったり、なんかいろいろ聞かれるんで、この一本の動画にしておこうかなと思って、ちょっと今回詳しくっていうかね、ちょっと、まあ、使ってる中でも、まあ、これ使ってるんじゃないかなっていうのを一応ね集めたんですけど、言い漏れがあったら申し訳ないんですけど、まあ、聞かれてるなっていうようなものをちょっと思い出してこの集めてみたので、よかったら見ていってください。はい、まずビーズ、私が使ってるビーズは、まあ、他にもあるんですけどね、主に使ってるのはこのキャンドゥのビーズなんですよ。で、このクリーム色っていうか、真っ白じゃなくてね、クリーム色、これが、まあね、大きさ教えてくださいっていうのもあるんですけど、まあね、大きさっていうかね、まあ、丸大ビーズを選んでますね、私。穴がね、結構大きいタイプで、丸小と丸大があるんですよね。まあ、私もそれ以外ちょっとわからないんですけど。で、黒とね、黒もあって、あと、ちょっとね、今ないんですけど、紫も、薄紫っていう感じのね、紫があるんですよね。その3種類をよく買ってます。で、これはね、初めて買ったんですよ。これもあるんですけどね、まあ、こういう同じパッケージですよね。今、新しいもの全部この中に入れちゃって、ないんですけどね、このパッケージで、これが。なので、こういうパッケージで売ってますっていう感じでね、紹介させてもらおうかなと思って。これはたまたま買ってたんでね。ちなみに、こちらはピンク、銀、丸大ビーズ。こういう感じで書かれてるんで。で、こっちも丸大ビーズ、ピンク。でも、丸大ビーズって書かれてるんですけど、なんかこの色をついてる方が、ちょっとちっちゃいような気もするんですけどね。一緒かな、一緒ですか。でね、コメントの中で、同じものを使いたいけどキャンドゥで売ってませんとかいうコメントも来るんですよね。で、私もね、本当に同じ店で買ってるんですよ、いつも。キャンドゥが何店舗かあるんですけど、そのうちの私がいつも行ってる店にしかないっていうぐらい、まあ、置いてないとか置いてないんですよね。で、どうしても手に入らなくってっていうコメントもあって、なのでちょっとね、下にリンクで貼っておくので、なんか私はね、ちょっとたまたまネットで見つけたところなんですけど、そこはね、結構似てるかなと思って、似てるっていうかね、丸大ビーズで、まあ、同じ丸大ビーズって書かれてても多少大きさはメーカーによってね違うと思うんですけど、まあ、ちょっと一応下にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。で、このケース、このケースもすごい便利でね、私はおすすめしたいんですけど、このケースはこれトリプルバッグ、これもねよく聞かれるんですよね。この動画の中で出てきてるこの3連のケースどこのですかって。で、これもね、なんかね、コメントでそれも教えていただいたんですけど、その店頭に置いてなかったから、これですよね、置いてなかったから、お店の方に聞かれたんですって。その方がそしたら、なんかもうなんか販売停止っていうかね、なんかそういう感じで言われたらしくって、まあね、置いてるところはまだ置いてるのかもしれないんですよね。ねえ、これすごい良かったんですけどね、こう積み重ねれるしね、ずっとこうやってバンバンバンって結構な高さまで積み重ねても、もう全然ぐらつかないし、ここで止まってるからね。で、なんていうんですか、まあ、このパチパチっていうのもね、
私かなりこれかなりっていうか結構買ってるんですけど、この3連のやつの3個入りこれはね、でも全然不良品がなくて、まあ、全部パシッといくからね、こんなちっちゃいものを入れても全然安心して私は置いとけるんですよ。うん、だからねすごい気に入ってたんですけどね、まあないものはしょうがないんでね、まあ、私もそれからねダイソーに行ってないから、まあ今あるのかないのかもちょっとわからないんですけど、そうですね、まあ一応おすすめなんで、だからこれがなくなったから、なくなったもしなくなってるんであればまた違うねいいものを探す旅が始まるんですけどでも同じもので収納したいっていうのがあるからね、私もビーズたくさんこれ以外にも持っているから、あのこのケースがすごい良かったね、ちょっとずつ増やしていてたんですよ。こんな感じ。次はこちらです。この糸もすごい聞かれてて、どこのですかって聞かれてるんですけど、まあインディア雑貨フェイスっていうね、ケイトサッカーストアーズっていうところで検索されると、まあ、下にリンクを貼っておくんですけど、ちなみにカラーナンバー20番ですね、私って黒がねいつも使ってんので、 560m 入ってるんですよ。インド綿 100% めっちゃいいですよねこれ。レース針2号から4号、普通にねなんかビーズで使わなくてもいろいろこう何重にも束ねて使ったりとかもできますし、すごい編みやすいんですよね。で私もこれいろんな色をね大量に持ってて、過去に動画でやってるんですけど、本当にレース糸はもうこれ以外買わないぐらい、レース糸はこれで買ってないです。たまに100均とかで買うんですけど、これとかは100均ですよね、ダイソーで。レースやんで何番ですかっていうのもよく聞かれるんですよ。これがで何番とか書かれてなくって、でこれがね何番とか20番とかそういうことですよね。でもねこれに書かれてないんですよね。ちょっと書かれてるのかもしれない、私こうよく見て見ていただいてこれだっていうのが分かる方は教えていただきたいんですけど、何番とか書いてないですよね。こんな感じでね書かれてないんですよ。だからね、でもこのダイソーのこの糸と比べたら、レース糸と比べたらねちょっと細いのかなっていう感じはあるんですけどね、こんな感じでねちょっと細いですよね。ちょっと細めのやつを使ってる感じだから、これは一体何番なのか私はちょっと分からないんですけど、まあこういうこれよりはちょっと細いよっていうことがこう分かりますよね。そういうのを使ってます。でね次針なんですけどね、針はねこう結構穴の大きいタイプを選んで使ってます。この糸を通しやすいっていうねで使ってます。結構大きいですよね穴が、こんな感じ でこれはねビーズ針って言って、まあこういうね編んで使う時じゃなくて一個一個こうビーズを縫い付けてっていう時に使ってます。これめちゃめちゃ細くてすごい使いやすいんですよね。こんな感じで、まあね、はい、ちなみにねビーズだけではないんですけど、これ実はねキャンデルの紫、このキラキラしてる感じね、これがあります。もう1色、この3色をねもういつも大量に買ってるんです私はでねこの裏につけてるフェルト、このフェルトはねちょっと分厚いものを使ってるんですよ。まあ、薄いものでもいいと思うんですけどね、私はグルーガンでつけてるからちょっと薄いものだとこう熱がねすぐ伝わりやすいから、あちっとかなるなるかなと思って分厚いのを使ってるだけなんで。でこれはねこの金具はダイソーで、まあ、アンティークっぽいこういう可愛い色、あとシルバーと
ゴールドもあったかな。まあこのこれが10個セットで100円なんですよ。めっちゃお得ですよね。多分ねセリアよりは多く入ってるんじゃないかなと思うので、私はダイソーでいつも買ってます。でこの糸、この糸はねポリエステルミシン糸、これはダイソーで購入しましたね。これのこの前ねグレーを見つけて赤じゃない黒と白とグレーを持ってます。まあグレーをね使うときは今のところないんですけど、グレーめっちゃ可愛いと思ってグレーと黒買ってます。あこれぐらいかな。ちょっと何か濡れてたらすいません。あそれでねこのベルト、ヘルトは、なんかね、こういう感じに入れてるんですよね、私。こんな感じのね、100均で売ってますよね。これちなみに、どこで買ったかな。まあ、どこでもいいと思うんですけど、こういうのにね、こうやって収納してるんですよ。ちょっと開けてみます。開けると、こういう風にね、入れてて、このね、ヘルトも大量に持ってるんですよね。まあ、大量って言ってもね、多分めっちゃ安かったんですよね。かなりの枚数入って、いろんな色入って100円でダイソーで多分買ったんですよね、これ。だからね、裏をこういう風に色を変えても楽しめますよね。まあもちろんフェルトだけでもね、いろいろ作れて、中に綿入れたりとかしてね、ヘアゴムとかもいけると思うんですよね。ですね、セリアで買ったって言ってたんですけど、コメントでね、もうたくさん教えてもらっていろんな方から、これダイソーに売ってましたよって来てて、ダイソーらしいですすいません、それはないはずですよね、セリアでこれがねめっちゃ便利で、なんかね自分のサイズでね、自分のサイズでっていうか、まあ、これぐらいのねものを編んだ時、まあ、こうやって合わせるんですよね。合わせてフェルトでね、こうペンで型取って切って、でこの金具をね縫い付けてペタって貼ってるだけなんですよ、これも。だからその大きさによってこう合わせていってねできるから、まあ、これで100円ってすごいですよね。ぜひダイソーででね、これはセリアですよね。これを使ってるんですよ、こういう風に。私はね黒とグレーしか使わないので、まあ、これ以外の色が何色があるかちょっと覚えてないんですけど、まあグレーがない時 黒を買ってみたいな感じでね。だから黒もあんまり買わないんですけどね、なんかグレーの方がちょっと明るいかなと思って、まあ、こうやってパッと後ろ見た時にね、まあ黒もいいんですけどね、なんか明るい色の方がいいかなと思ってグレーを選んでるだけなんですけど、ちなみにこういった感じね、モノトーン柄、モノトーン色、こういうのでこれを使ってますね。まあ、フェルトは何でもいいと思うんですけどね。まあ裏はフェルトじゃなくても、まあ布どうなんかな。でも私はグルーガンでねつけるから、まあこういうねペラペラしたフェルトより、まあ、金具もつけやすいし、しっかりしているから、これはね、だから、まあ、分厚いものを、まあ、1枚しか入ってなくてね、これで100円だから、まあ高いは高いんかもしれないけど、まあ使いやすいからね、私は買ってるんですけどね、1枚で、うん、でも1枚でもだいぶ使えますけどね。だってもう本当に1個で使うのちょびっと出すもんねってちょびっとですもんね、うん、だから十分だと思うんですよね。ハサミでカットしてやってます。ちなみにこれはセリアの袋ですね、めっちゃ可愛い。でもなんかこれ一回っていうか、なんかちょっと曇ってるやつですよね今って。また透明になったのかな。これ
ね、だいぶ前に買ったからね、中が透けて見えるからすごいいいんですけど、曇ってるものとかはねもう買わないようにしてて、今また透明になってるのかな、ね、中が見えて可愛いし、これ使ってるんですよ。次はこちらです。こちらもねちょっとパッケージはないんですけど、セリアで購入したものですね。これはビーズをねささって入れて、ビーズってこう取るときに滑るじゃないですか。これはね滑らないような加工がされてて、なんていうんですか、こういうなんていうんですか、滑らないようになってるんですよね、まあ、まあねこう作りは100均ですけど、もうなんかね使いやすさはもう最高なんで、これもおすすめですね。これもねあちこちで買いましたとかねあって良かったですっていうのも言われてたから、もう本当にいいと思うんですよねこれ、うん、おすすめです、はい、次はこちらです。結構大きい箱で、これも100円なんですよね。でもこれはダイソーでもセリアでもなくて、多分ミーツとかなんかそういうとこだと思うんですよね。これも過去に動画で紹介してるんですけど、ミーツだったかな、シルクかな、まあ、どっちかなんですけど、結構ねたっぷり入って蓋付きでね、これも重ねれるタイプですよね。でこの中に道具をたくさん入れてるんですよ。こんな感じで、まあボンドとかドライバー、まあボンドもね結構こういう裁縫ジョーズとか万能ボンド、剥がし液ってなんだろうドライバーもね100円で売ってるし、でこういうのはねはがきケースで管理してるんですよ。このはがきケースで収納するのもね結構おすすめですね。こうやって立てて収納できるしね。でこれはグルーガンの芯、これも100円で売ってる、出ますよね。これもねちょっと補充しないといけないんですけど、これでこれはいつも使ってる速乾ボンドですね。これにいつも詰め替えてやってます。これもセリアで、これもセリアで購入しましたね。これはパッケージ取ってるんですけど、赤と黄色のパッケージのボンドですね。でこうやって立てて、こうこういこう使えるので、あこれはビーズの時使わないですね。ここに入ってるからちょっと紹介させてもらいました。でこれはねグルーガン、これ多分、あ、これダイソーで購入しましたね。これと、私はね、延長コード。なんかずっと延長コードを出しとくのが嫌なので、これを使うときだけ、これ1個で使える、こういうね、1個だけのタイプの延長コードをここに一緒に入れてるんですよ。こんな感じで。で、これ、初めて買った大きいタイプの、速乾ボンド、これも入れてて、こういう感じですかね全部で。あこれちょっとこういう感じですね、1本で使えるタイプの。でこれは IKEA の袋で管理してます。こんな感じでね、これぐらいですかね。なんかちょっと言い忘れてたら申し訳ないんですけど、ちょっと思いつく限りはこういう感じですね。はい、ビーズを作られる時の何か参考になればなと思って、ちょっと質問とかも結構来てたのでちょっと紹介させていただきました。そうですね、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。